思い思いの仮装で入場する卒業生。今月1日、このパフォーマンスが伝統の札幌南高校をはじめ、道内の公立高校で卒業式が開かれました。入学から3年間、コロナ禍で高校生活を送ってきた今年の卒業生。道は先月、卒業式で生徒や教職員はノーマスクを基本とする対応を決定。着用するかどうかの判断は卒業生たちに委ねられました。今日初めて多分みんなマスクなしで顔をしっかり合わせることできて結構嬉しいですよ。外した顔本当に見たことない人も多くて、外したら誰みたいななる人も結構いるし、まあ外してもいいけど、まあとりあえずつけとこうかなみたいな感じで見渡してみると、マスクをつけている人、つけない人は半々くらいでしたが、学校行事では初めて素顔で笑い合う姿が印象的な式となりました。政府が決めたマスク着用の新しいルールでは、今月13日から屋内屋外問わず個人の判断に委ねることにしました。一方で、医療機関を受診するときや通勤で混雑する電車やバスを利用するときなどはマスク着用を推奨していて、これまで以上に個人の判断が求められる場面も増えそうです。今月13日からの対応について街の人は、僕自身は取りたいと思っていて、まあ、でも友人がそのコロナに感染するのを危惧しているようであればマスクはしようと思うのですが、すぐは取らないかなって思います、ね、私もすぐは取らないかなって、ね、あってもずっとマスクだから、なんか顔と名前一致しないみたいなのがずっと続いてたのが結構しんどかったんですけど、メイクしなくていいのここだけできてればみたいな、なんかマスク外した顔だと多分認識できないんで、それはちょっと不安かなっていう。私は外したいなと思います。不都合を感じたことってありましたか？正直ありますね。初対面、あるいはまあ1回2回ぐらいしか会ったことがない方はあんまり顔を覚えれないというかあるんですよ。個人の判断に委ねられたマスクの着用、私たちの生活にどう影響するのでしょうか。こんにちは、旧式ひろみです。まずは高校をご卒業された皆さん、おめでとうございます。3年間ずっとマスク生活だったわけですから、マスクをしていない顔に誰というコメントもありましたけれども、最後の日にようやく素顔を見られて複雑な思いを抱いた皆さんも多かったのではないでしょうか。さて、卒業生たちはそれぞれで式でのマスク着用を判断しましたが、13日からは私たちも個人で選択することになります。さあ、そこで番組ではこんなアンケートを行いました。質問、長らくマスク生活が続いてきましたが、皆さんは13日以降マスク着用をどうしますか。こんな風に伺ったんですね。選択肢は3つです。今後も着用を続ける、場所と状況によって着用する、着用しない。さあ、このアンケートの結果はこうなりました。ご覧ください。着用を続けるが 44%、 そして場所と状況によって着用するが 43%、 拮抗しています。そして着用しないと答えた方は 13% と少なかったんですね。さあ、それではそれぞれのコメントをご紹介していきましょう。まずは一番少なかった着用しないを選んだ方です。皮膚が弱くて痒くて仕方ないのでできればつけたくない。そしてよくつけるのを忘れるのでわざわざ取りに戻らなくてよくなるのがいい。また着用を続けると答えた方はこんな風におっしゃっています。つけると匂いなどが気にならず楽なことに気づいたので外出時はつけるかもしれない。
接客業なのでコロナに限らず様々な感染症対策の一つとしてこれからもマスクは活用する。そしてこれからもつけると思う、もう癖のようになっているし、コロナが収束したわけではないから。そしてこれは非常に多かった意見なんですが、花粉症だからつけ続けますという方も多かったです。そして場所と状況によってを選択した方はこんなご意見でした。人がいる場所ではこれからもします。去年そうしていてもコロナになりました。混雑している社内ではすると思いますが、そろそろ大学の中でも外せるかなと。この方は大学生なんですね。ただまだ大学から新年度の基準を知らせが来てないので不明ですというふうにも答えています。これらのアンケート、そして取材を通して見えてきたことは、部分的にせよ依然としてマスクをこれからもつけるというふうに答えた方が多いということです。その理由の一つとして、マスクをつけていた方が楽などといった顔を隠していたいという心理が伺えました。またですね、マスクを外したいけれども他の人が気にするのではないかといった他人からの視線、これを意識したコメントもありました。これらのマスクをめぐる心理状況について臨床心理学の専門家にお話を伺いました。一般的にもやっぱりなんて言うんでしょうね、小顔効果とかマスクをつけてるのが当たり前って言われてた中で、もう外していいんだよって言われてもやっぱり不安であったり、なんかこんな顔してたんだっていうふうに、そういうリアクションがちょっと自分にとって不本意で残念で、健康度の高い方でも一部はマスクを外すのに不安だという子どもや若者はいらっしゃると思います。そういった人たちには今後どう対処していけばいいでしょうか。この問題ってとっても大人も分かれてるんですよね、考えが。マスクをつけた方がいいっていう人たちも大人の中では相当いらっしゃいますし、逆にもう外すべきだっていうふうに考えてる方も同じように相当数いらっしゃって、私が一番言いたいのは、マスクを外すということに対しては強要はあまりしないように、タイミングというか自分の中の納得感というのがありますので、まずはマスクを外してもいいという状況になった時に外せる子どもにとっては、まあ、それはそれでいいと思いますし、まだ自分はちょっと外すのは不安だっていう、そういう子どもにもちゃんとそれも認めてあげる。意見が割れる中でこうみんなが気持ちよく風通しよく今後過ごしていくためにはどんなことを心がけたらいいと先生は考えますか。多様性が大事だと言われている今の時代ですけれども、大人がまず率先してですね、例えばマスクをまだした方がいいという立場の方も外してもいいという考え方に理解を示すことも大事ですし、逆にマスクはまだ不安で取れないした方がいいんだっていう立場の人に対してもマスクを外していいっていう人たちがその理解をやっぱり示す、大人がそういう寛容多様性を示さないと、やっぱり子どもたち、それを見ている子どもたちもとっても不安だと思うんですよね。はい、寛容そして多様性という言葉がありました。今の社会にもしかすると足りないものかもしれませんよね。マスクをつけるつけないが個人の選択に委ねられることになりますが、どちらの判断をしたとしても他人の考えを尊重できる、そんな世界であってほしいと願います。ウィーサーチ北海道、今回はマスクの着用について取り上げました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。